ランチア・デドラは、イタリアの自動車会社ランチアが製造していた、FF 方式の乗用車。以前の正規輸入元であるガレージ・イタリアや、マツダ系列のオートザムが輸入販売していた。デドラは、プリズマの後継車種として1989年に発表された。ボディタイプは4度アセダンと、ステーションワゴンの2種。親会社であるフィアットが開発を主導する。 ティーポにサンプロジェクトの車種として、フィアットテムプラ、アルファロメオ155などとプラットフォームを共用。後継のリブラが発表されるまで10年間生産され、ティーポサンプロジェクトの車種では最も息の長いモデルとなった。ガソリンは直列4気筒最チェシー 8V の 1.6L、同 DOHC16V の 1.8L、同 DOHC16V の 2L と、 同ターボ。ディーゼルは直列4気筒最チェシー1.9リッターターボ。デドラのデザインを手掛けたのは I で A で CD 値は0.29と当時のセダンボディとしては最先端の値を示した。ステーションワゴンはテーマと同じデザイン手法を採用し、セダンのドア形状を変更することなく過失の追加を成立させている。また、フロントガラス上端から テールランプにかけての特徴的なシルバーのルーフラインは、テーマのステーションワゴンのデザインを行った、ピニファリーナの手法をそのまま踏襲している。内装は、ランチアの定石とされる、アルカンターラでの仕立て、ポルトローナフラウの本革製のトリム、アフリカンローズウッドの元木パネルなどを使用している。ありがとうございます。